まずはじめに、今回の動画で得た収益、それはすべて能登半島地震への支援募金にさせていただきます。そして動画の収益というのは再生回数だけではなくて、動画の中身、内容がどれだけしっかりちゃんと見ていただけたかっていうところでも変わってくるので、普段飛ばし飛ばしに見ていただいている方とか、見どころ的なそういうところを見ている方も、今回しっかり見ていただけると動画の収益が上がって、より募金額が上がってくるので、最後までしっかり見ていただけたらと思います。動画の収益化は1月末までさせていただき、2月以降は収益化をオフにします。この動画で得た収益は2月に募金をしつつ、募金額についてもまた公開をいたします。今回の地震で被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。というわけで動画始めていこうかなと思います。今回は募金をさせていただこうかなと思います。いや、今いろんなところで報道されている能登半島地震ですね。これについて運営さんがすごいいいものを実装してくれまして、それがこのチャリティー用部っていうものですね。今1月5日から1月11日までのちょっと短い期間なんですけど、この間オーブ2個160円で購入したオーブの売上全額を救援活動とか復興活動に寄付いたしますっていうことを発表してくれたんですよね。つまりオーブ1万円、180個とかで購入した場合は、それはもう純粋に課金なんですけど、オーブ2個、160円で購入した場合は、全額募金なんですよね。だから無課金貫けますよと。なので私は今回、このチャリティーオーブ2個を何度も何度も使って、サブキの正宗、出るまで終われませんをやっていこうかなと思います。もうこれに使う金額は全て募金につながります。そういうところで、今回はそういう風に、ちょっと私は募金させていただこうということで、やっていこうかなと思います。で、今私が持ってるこのオーブ100個については、普通にかき集めてきたオーブなんで、これはもう、募金とは全く関係ない。なので、そういうのは良くない。これで引けたら、もう全く募金じゃないから。なので、これもボックスに使います。はい、そういうところで、オーブ0個になりました。で、今、ショップのオーブ購入のところから、この、オーブ2個、義援金対象っていうものが購入できるんで、これを使って、私は、正宗出るまで終われませんを、やらせていただこうかなと思います。まあ、これ2個だから購入するのものすごい時間かかるんで、一旦これ飛ばします。はい、そういうわけで、チャリティーオーブで600個購入させていただきました。で、これすべて有料オーブになってるっていうのが、ある意味全部買いましたよっていう証明だね。普通に購入したら他の金額、無料オーブがついてくるから、まあ、600個全部有料オーブが証明って、そういう感じ。そういうわけで、じゃあマサムで出るまで引かせていただこうかなと思います。ちなみに、600個買うのに2時間かかりました。これ7日にやってるから、ちょっとね、私の運があまりにも悪すぎた場合は、これ今日終わらないかもしれないですね。購入だけで終わってしまうかもしれない。だからここで止まったら、マサムネ。で、あと止まった場合、アルセーヌの確率もあるから、はいはいはい、OK ですよ。で、今回は、まあ、課金ではないから、募金だから、もうどんだけお金を使おうが、もう運営さんに、お金は届いてないからね、すべて、ノトの方々に、お金が届いていますよと。はい。だから今回はもう爆死しても、うわ、運営さんにお金取られちまったみたいな、そんな感じじゃなくて、いや、これは、能登へ繋がるお金なんだと思って、そういう気持ちで、お!いや、違う。いや、でも、正宗は割とすぐ出てきてほしい。っていうか、お!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 え?え、これ出てきたら?いや、全然 OK です。これは OK です。いつもだったら、乾きにぶち切れるところだけど、これは、能登への方々の、一つの繋がりみたいな、そんな感じ。で、星玉。こういうところでキピがない。いや、今回はだから無課金。いや、僕はずっとモンスト無課金で一生生き続けました人も、チャリティーオーブ使った場合は、募金だからね、廃募金とか、無募金とか、もう実質5000万までは、なんか運営さんがね、その会社として5000万円を、また、その、チャリティーオーブとは別で寄付するっていうことをおっしゃってたんで、だから実質5000万までの課金は募金なんですよ。なので、私はこれから無課金を貫きますね。募金を貫きます。はい。2、3、4。でもスパス、いや、意外とこれ、おいや、意外と限定できるな。いや、やっぱチャリティーオーブは、普通のオーブとは確率操作、されてるわけがないんだけど、確率操作されてるとだって信じるわ。いや、これでスパッと出てきたら、普通じゃ起こらないことだもんね。おい。いや、でも地震の時、もうあれから1週間ぐらい経つわけなんですけど、いや、私の家も揺れましたね。いや、というか、私、初出し情報だけど、私の出身は石川県なんで、いや、割と知ってるんですよね。
輪島とかがよく、いろんなところで話題になってるけど、知らない人は、あ、地震ですごい、なんか被害に遭ってるみたいな、そんな感じのこと思うかもしれないけど、私は、行ったことある土地なんですよね、輪島って。だから、あれこれってもしかしてあの場所じゃねみたいな。あの場所え？みたいな。すげえ壊れてるみたいな。まあ、そういうことで、まあ、今回、このチャリティーオーブを使って、まあ、あとは今回の動画の、まあ、収益も使って、いろいろ、まあ、力になれたらということでやらせていただいてます。で、あとこれ、ちょっと待って、あと、これ言い忘れてた。他の人の押し付けやめてね、マジで。他の YouTuber さんに。ガミ君さんはこういうことやったんですけど、あなたは何もしないんですかみたいな。そういう押し付けはマジでダメで。それは、言った、それはもうダメ。それはもうマジでやったらダメなこと。もうこれは私が勝手にやってることだから、押し付けたらダメよ。そういう感じだね。さあ、ここで割とスパッと出てきてくんねえかな。3。いや今回はもう出るまで終わりませんだからね。3、4。リアタガラス、接収。あれなんか勢いが下がってきたな。あれチャリティ使ってるから。チャリティ使ってるから。ただ、上さんも出れてください。ほい。頼む！よっしゃ！いや、これはもう2分の1！マサムネ出るか、アルセンネ出るか。頼む！カワケ操作してくれ！頼む、カワケ操作してくれ！信じてるぞ、カワケ！頼む、竹チャリ！雪の神！みんなの力を！今ここに！おお、一番最後！今ここに！お願いします！よし！やっぱチャリティーすると、すぐ出るね。70連普通にやっても出ねえもん。70連で正宗出る確率ってそんなに高くねえんじゃねえのかな。いや、こんだけ出たんだったらもう、残りノーブ使ってもいいでしょ。いや、こんだけ勢いよく出たんだったら、意外とこれもう一回突っ込んだら、正宗2体目とか出てきてもおかしくねえんじゃねえの。我が使命を話す。はい。いや、これ意外とあとはまだ星玉残ってるからね。星玉キュピンってそういえば、あれ星玉キュピンってなんかなんだっけ、確率上がる、やればやるほど確率上がるみたいな話聞くけど、ピックアップキャラ引いたらリセットされるとかないよね。多分キュピらないとリセットされないよね。その高確率って。星玉キュピンを、え、あれなんか見たな、アロンズロット。これ、アロンズロット2回目見た気がするんですけど。で、ここで星玉キュピンさせれば、だからそこで正宗もう1体ゲットできると、もう、理想の終わり方ね。正宗分岐しなくて OK よと。頼む。よし！いや、久々に祝福でしっかり的中したパターン出てきたな。だいたい、こういう時、じゃあみんなちゃんと川家さんとかが力を貸してくれたな。ありがとう、川家様。3、4、5、6、7、9、10。で、ここで、星玉をキュピーンってやること、え？あ？え？あれ？あれ、こん、え？アイテムが、アイテムが、キュッ！あれ意外とそんなキュピー率って高くないのかな？それとも、まあ、朝宗出たこれリセットされちゃった？頼む！ここで、ズバッ！その火属性は興味ないです。いや、あと地震が実際に起こった時、まあ私の家もね、結構揺れたね。まあ大きな被害は、そんなに、まあなかったといえばなかったんですけど、まあ強いて言うんだったら、まあ私の棚に置いてある鼻毛カッターが落ちて分解されて大変なことになりましたね。え、ちか、床に私の沿った鼻毛がぶちまけられてとても大変な目に遭いました。まあそんなめちゃめちゃ大きな地震ではなかったんですけど、私の家の場合は。そんな感じですね。おい。まあ一応ただ周りの人にちょっと色々被害確認とかやってたね。石川にいる人とかに大丈夫みたいな。そういう感じはやってた。で、あと20円。もう一体マサムネ欲しい。ほい。いやでももう、星玉キュピンでな、せっかくここまで新春で、はちゃめちゃに、星玉使いまくったから、星玉キュピンの確率もそれなりに上がってそうな気がするんだよな。なのでそういうところで、ちょっとキュピンまでは、もうちょっと回してい気がする。3。で、アイテム、キリン G。意外とアルセーヌとかも全然出てこない。いや、じゃあここでちょっとアルセーヌもな、持たせておきたいとは持たせておきたい。うわ、網、え？サブキル網だってこんなに持ってんの私。はい。で、あと24個でしょ。ここでだから、軽く引いて、はい！ちょっと星玉までもうちょっとチャリティーしようかな。もう募金だもんね。だから運営さんには届かないから、課金したお金が。募金したお金が。これで、はい！ 3、4、5、6、7。え、現代。いや、なんかダメだ。なんかこれもうちょっと引かなきゃあかん。なんか、やだ。現代で私終わりとない。ちゃんと。なんか、あ、これなら終わってもいいな、みたいな。そういう結果が出るまで。ちょっと私頑張ります。というわけで、また40分ぐらいかけて、
オーブン200個用意してきました。これさすがに動画長すぎてもあれなんで、これで決着をつけようかなと思います。使命を果たそうかなと思いますね。いやでもやっぱチャリティーオーブン2個はね、なかなか時間かかるから、いや1万円分とかがいやあっても、まあそれするとあれか、運営さんが全然得られないからお金を。いやでもそういうのあったら私多分これちょっともう1万円もう今のうちにもう50万とか60万とか全部使っちゃって、この1年はこれで生きていくみたいな。それぐらいぶち込んでもやってしまったかもしんねえ。いやでもそういうのやってほしいな、1回ぐらい。はい、でも回数制限あっても良さそうな気がするけどね。5万円分までしか1万円分のチャリティーオーブできませんよみたいな、なんかそういうのだったらちょっと、なんか2個だとさ、やっぱり私もやってて思ったけど、ものすっごい時間かかるんで。やっぱめんどくせえって思っちゃう人も多そうだから、まあそこを狙いかもしれないけど、いや1万円分とかもあっていいかなと思うね。あ、そうだ、あと地震が起こった時にね、いや結構揺れた方だと思うんですけど、あれ突っ張り棒ってあるじゃないですか、なんか棚と天井、棚のてっぺんと天井に突っ張り棒を挟んでなんか揺れなくするよみたいな、あれの恩恵すげえ役に立ったわ。あれなかったら多分私の部屋すっげえ大惨事になってたもん。あれのおかげで棚にまあいろんなものが入ってるんです。いやマジキューピー何パーなんだろう、確率そんな高くないのかな、上がるって言っても。ほい、え、でもここで政宗出したら結局同じことよ。あれすげえ助かったわ。あれマジね、でかい棚持ってる人はマジでつけとく。おお、何やってんだマサラー、あーめっちゃ今政宗と思っちゃった。くそ、政宗だと思っちゃった。あーめんどくせえ。2個オーブ買ってた時の私の気持ちを代弁してくれてるわ。はい、いやなので突っ張り棒、もしねあのでかい棚が家にあってまだつけてねえっていう人は、あれマジでおすすめね。あれなかったら、はい、あれがちゃんと私のこっちの棚にもあったら、鼻毛カッターぶちまけて大変なことになることもなかったんですけど、ただぶちまけたおかげでこれで政宗がきっと出てくれ、いやチャリティーしてるから。あんまりそういうのをなんか押し付けるのは良くない。こういうのは奉仕の精神だからね、見返りを求めない精神、募金したことがもう全てで OK みたいな、そんな感じだから、見返りを求めない。もうここで爆死しても私は全く怒りません。だからここではもう温かい気持ちで最後、これ最後になります。これで、はい、温かい気持ちでどんな結果になろうとも優しく迎えてあげようかなと思います。まず1個目は、はい、ダメ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 、おっ、というわけで今回はチャリティー用具を使って政宗出るまで終われません、やらせていただきました。でチャリティー用具自体は1月11日木曜日のお昼までやっているので、ぜひ皆さんもオーブ2個から購入して支援していただけたら嬉しいかなと思います。これは課金ではなく募金だからね、2個に限っては。なので私も動画裏で各々のサブ機とかの端末にもチャリティーオーブで、まあ、100個ぐらいまたこれ募金しておこうかなと思います。であとお金の支援ができない方っていうのもいらっしゃると思うんで、そういう方は今回の私の動画最初から最後までしっかり見ていただくことで、まあ、動画の収益が上がって、この動画の収益は全て募金に使わせていただこうと思うので、まあ、それが支援につながるので、ぜひこの動画しっかり見ていただけたらなと思います。そんなわけで今回の動画は以上になります。ありがとうございました。